さて、行くか。さあ、誰が戦いに来るんだ。孫悟空かベジータか。完全体になったセル、戦わなくても分かるほどの強さだ。だが俺は、俺に行かせてくれ。修行の成果を見せてやる。え、ピッコロさんが？どうして？あいつにもなんか歓迎があるんだろう。みんな、できる限りのことをやってやる。セルを倒してやるくらいはな。ピッコロか。予想外だったが、以前会った時よりも様子が違うな。面白そうだ。ああ、こっちもお前を倒すために全力で修行をしてきたんだ。どの程度戦えるのか試してやろう。激烈光弾。全力で戦う。それだけだ。俺が上手だ。おほう、思ったよりやるじゃないか。やはり強い。だが以前より強くはなっている。この私を倒せるとは思えんな。ダメだ。逃げせん。強い。激烈光弾。どっちが先に目を埋めるかな。そうしようと。全部さて、そろそろ本気を出させてもらおうか。どうしたピッコロ、もう降参か。このままじゃピッコロさんが。やめろ！なんだその巨大な木は。面白い。次の相手は貴様にするとしよう。させるか！邪魔だ！死ね！何をしている。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。落ち着け。俺はもう大丈夫だ。でもピッコロさん、こいつは悪い奴なんだ。そのままただ殺すだけじゃつまらない。
ゴハン、修行を思い出せ。なんでお前が今ここで戦っているのか。家族や仲間を、地球を守るために戦っているんだろう。すみません、ピッコロさん。セル、もう力の差はよくわかっただろう。これ以上戦っても無駄だ。降参してくれないか。